よろしくお願いします。やったー、できたー。ふぅ、きれい。そうだ、マス TV。 はい、マス TV です。はい、皆さん、今日はですね、怒涛の編集が終わりまして、このようにそうを食べながら休憩しております。で、今回はですね、先日 SNS でマスの質問コーナーしますってね、聞いたと思うんですけど、そのね、質問に答えていく質問コーナーをやっていきたいと思います。で、今日はですね、ほんとこう、そうを食べながらこうのんびり質問コーナーができちゃうってことでね、今日はですね、マスオってこんな感じだったんだっていうのをね、丸裸になっちゃうような感じで皆さんの質問に答えていきたいと思います。で、今日はですね、こちらソウさんとのタイアップ動画ということで、休憩中にね、もうソウを食べながらね、ゆったり質問コーナーやっちゃってくださいよというものなんですよ。うん、ソウはですね、このシャリッとした食感と、かつこのコクのある甘さがね、素晴らしいです。で、質問コーナー終わった後でですね、僕のね、このね、ソウのおすすめの食べ方なんてのも皆さんにご紹介していきたいと思いますんで、ぜひね、そこもチェックしてみてください。あのね、質問コーナー始まんないわ、美味しくて。ただ単に食べてるだけの動画になっちゃう。ぜひ皆さんも最近はね、テレワークだったりおうち時間が増えていると思いますので、食べてみてください。ちなみにですね、チョココーヒー味と金のパイン味っていうのもありますんで、ぜひ皆さん食べてみてください。僕もね、質問コーナー後でこのどっちか食べようと思うんだけど、今迷ってるんだよね。どっちにしようかな、両方食べちゃおうかな。はい、ということで早速質問コーナーやっていきたいと思います。では早速質問コーナーいきましょう。身長はいくつ？ 173.7cm。 あと 3mm 欲しい。今のはボットですか？僕はボットじゃないよ、ちゃんと生きてるよ。俺のこと好きですか？誰だよ、俺って誰だよ、誰かわからないけど好きだよ。マスオにとって YouTube とは？僕にとって YouTube とは、人生のアルバムさ。キラリン。一番の宝物は何ですか？これちょっとズームしよう。このネックレス、これヒカキンからもらったネックレスなんですけど、お金じゃ買えられない価値があるもの、それが僕にとっての宝物です。ちょいちょい休憩入れてますから。ふーん、おいしい。おはスタ、緊張しますか？最初はね、めちゃくちゃ緊張してたんですけど、最近は少し慣れてきました。っていうかね、スタッフさんと出演者の方々がめちゃくちゃ優しいの。うん、緊張ほぐれるよね。うん、お家賃いくらぐらいですか？どうしよっかな。でもせっかく質問コーナーやってるんだったら行っちゃおうかな。お家賃なんと約25万円。まあ、仕事場も含めてですからね。うん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 。新しくチャレンジしてみたいことは？なんだろう、社交ダンスとかちょっとかっこいいじゃないですか。この前テレビで見たんですけど、ちょっと社交ダンスとかやってみたいな。うん、かっこいい。 S と M どっちですか？M だけど、ミドルの M ね。 S6 割、M4 割ぐらいのミドルだね。うん、新しい M。 マスオさんの初恋はいつですか？あれは保育園のもみじ組の時ですね。好きな女の子がいました。家庭菜園は無事ですか？
いや、めっちゃ育ってるから写真ドーン。すごくない？トマトとナス育ってます。嫌いなこと、ものはありますか？食べ物で言ったら里芋が苦手です。あと干しぶどうも苦手です。食べると泣いちゃいます。どう努力すれば夢は叶いますか？やっぱ努力の方向性と仕方じゃないですか。もうがむしゃらじゃなくて、ちゃんとそのいい方向性にこう努力すれば夢は叶う確率が上がると思いますけど、絶対とは限らないと思ね、正直思ってます。小2の頃の夢は何でしたか？ファイアファイター消防士になりたかったですね。なんかきっちりしたこう動く仕事に就きたかったんですよね、その頃は。マスオさんの高校時代の写真ドーンドーン。こんな感じ。最近買ってよかったものは何ですか？そうですね、そうですけど、そうですね、まあこれ以外にね、本当に買ってよかったものは別の動画にまとめてありますので、ぜひそちらをチェックしてね。好きな英語の単語は何ですか？ソーシャルディスタンス。次にやってみたい髪色はありますか？紫色。女性に言われてキュンとなる一言は？楽しいかな。なんかやっぱ一緒にいて楽しいって思ってくれてると僕はキュンとしちゃうんすよね。キュンとしてしまう。バニラ味食べきったので、次チョココーヒー食べながら質問コーナーやっていきます。このコーヒーの苦さとチョコレートの甘さ、いいわ。深みがある、美味しい。マジで。女性のドキッとする仕草は何ですか？こう髪をこうやるやつ、髪をこうやるやつ、やっぱりってドキッとするよね。高校生活を振り返ってみてください。そうですね、高1部活、高2恋愛、高3進路みたいな感じかな。最近ハマっているお菓子はありますか？そうですね、やっぱりそうですね。どうやったらリスナーさんが増えますか？僕にも教えてください。今年の夏、どんな夏を過ごしますか？今年の夏は家で過ごす時間が長くなると思うんで、まあ家で仕事しながらこう層を食べたりとか、あとはテレビとかね、アニメ見たりゆったり過ごしますかね。暑い時に食べると最高なんですよ、マジで。また握手会とかやりますか？すべて落ち着いたら握手会やりたいですね。マスオさんのステイホームでの癒しは何でしたか？アニメを見る、ゲームをする、あと動画を撮る。もう動画撮るのも僕にとって癒しなんですけど、まあそれがなんかずっとしてたら楽しかったですね。逆に YouTube に集中できたっていうか、まあただやっぱり疲れはするんで、そういう時にね、この層を食べてなんかこうあーって癒されたりもしましたね。あ、癒しだったかもしれないですね。緊張する場面で抑える方法はありますか？よくやる方法としては、まあこれ失敗しても死ぬことはないってよく考えてますね。まあ大抵のこと失敗しても死ぬことはないんで。どんなおじいちゃんになりたいですか？おばあちゃんと一緒に手つないで、こう公園でなんか座ってるようなおじいちゃんになりたい。なんかああいうの憧れません？これだけは譲れないこだわりありますか？僕ね、あんまりこだわりないんですよ。こだわりある人が羨ましいよ。マスオさんは甘えたいですか？甘えられたいですか？どっちかって言ったら甘えられたい方かな、甘えるよりも。なんか恥ずかしい、照れる甘えるとか。コロナが終わったら行きたい旅行は何ですか？世界一周。何をしている時に幸せを感じますか？あー、今日天気がいいな、風が気持ちいいな、今日幸せだなって感じますし、僕の幸せのハードルは割と低いかもしれないですけど、それって幸せなことですよね。マスオさん、何の香りが好きですか？お部屋とかに置くなら。僕ね、最近ね、ディフューザーっていうのにハマってるんですけど、なんか甘い香り全般好きですね。理想の女性像を教えてください。髪の毛は黒髪で長い、僕より背が少し小さめで、なんか健康的な体をしてる方かな。で、あと家族がすごい仲いいとか、思いやりのある方が好きかな。 YouTuber にマッサージの次のゲストさんは決まっていますか？まだ決まっておりません。募集中です。マスオさんと結婚するにはどうしたらいいですか？
むしろ僕が聞きたい。どうしたら結婚できるんでしょうか。マスオさん、いろいろなゲームしてますけど、今一番ハマってるゲームは何ですか。今はですね、またポケモン GO にハマってます。ヒカキンさんと幼馴染だけど、小さい頃はお泊まりしたりしましたか。いや、そんなにしないよ。だって家近いからさ、別にとことこ帰ってこれるじゃん。だからお泊まりとかはなかったような気がします。動画のネタを思いつくときって、どんなことしてるときが多いとかありますか。正直言うと、人と話してるときが一番多いね。あ、こういうの面白いんじゃない、こういうの面白いんじゃないって、みんなで話してるときが一番ネタ思いつきますね。本音で今の生きがいを教えてください。何のために生きていますか。何のために生きてるってのは正直ないけど、まあ楽しむために生きてんのかな。もしもドラえもんがいたら、どの秘密道具を出してもらいたいですか。そりゃやっぱりどこでもドアでしょ。今まで付き合った方はどのくらいですか。ぶっちゃけますよ、本当に1週間ぐらいでちょっと、あ、違うってなってお別れしたのも合わせると、両手で数えられる余裕でってぐらいな人数です。動画を見る以外で、マスオさんが視聴者さんからされて嬉しいことは何ですか。これ視聴者さん全般ってわけじゃないんですけど、例えばさ、ご飯食べに行った時に店員さんが僕のことを知ってたとするじゃないですか。でも店員さんね、気づいた素振りを見せずに最後の最後のね、帰る際に、あ、マスオさん、いつも応援してます、頑張ってくださいって言われるのが、すごくなんか優しくてありがたくてほっこりした気持ちになる。もうご飯も楽しく食べれるし、応援してもらって元気も出るしって、ああいう優しさすごいいいね。小学生の頃に幼なじみとした一番印象に残ってる遊びは何ですか。森で木の棒を集めて、そこに紐をくっつけて矢を飛ばすっていうね、遊びをしました。誰が一番遠くまで飛ばせるかみたいなね、勝負をしたんですけど、あれはね、田舎ならではの遊びだよね。めっちゃ楽しかった。今日が地球最後の日だったら、最後に何が食べたいですか。そうですね、ファンの方からたくさんプレゼントをいただくと思いますが、今までで一番嬉しかったもの、または困ってしまったものは何ですか。やっぱり一番嬉しいのはですね、ファンレターかな、いつも応援してますっていう言葉をこういただくとすごく元気が出ます。タイムマシーンがあって一度だけ使えるとしたら、過去と未来どちらに行きますか。これはね、過去。なんか自分の両親が出会った日っていうのをね、見てみたいですね。なんかドラえもんでそういうのあったんですよ。もしマスオさんが女子だったら YouTuber になってたと思いますか。自分と結婚したいと思いますか。いや、僕ね、女性だったら YouTuber にはなってないな。で、自分と結婚したい、ただもう少しこう男らしいというか、ワイルドな人がいいって思うかもしれない。マスオさんみたく明るく過ごす秘訣はありますか。また落ち込んだ時の立ち直り方などを教えてください。僕は動画ではこう明るく見えますけど、普通に落ち込むし、普通にうーって落ちてる時もありますからね。お酒は好きだけど酔っ払うのはあまり好きじゃないマスオさん、やってしまったエピソードってありますか。起きたら駅で寝ていたことがあるよ。若い時にね、もうあんなことはしないよ。マスオさんを支えてくれているウームのバディさんたち、今だからごめんなさいとありがとうと言えることを教えてください。これバディさんたちへってことかな。今だから言えるごめんなさい、いやー、もうその時も謝りましたけど、お仕事の撮影した後にメモリーカード破損した時かな。あの時は本当に申し訳ありませんでしたって死ぬほど謝りました。はい、ありがとうは、まあ普段からマスを支えてくださってありがとうございますと、あの心を大にしてね、言いたいです。はい。マスオさんはいずれは生まれ故郷に帰りたいですか、それともこちらで結婚して家庭を持ったらこちらで人生を過ごしたいですか。いやー、別に故郷ってわけじゃなくてもいいかなね。兄ちゃんがね、実家近くにいるし、だからもしいい人ができたら、その方と一番こう良さそうなところに住むのがいいかなと思いますけど、どこなんでしょうね、誰となるんでしょうかね、わかりませんね。マスオさんが今まで投稿した全動画の中で、視聴者さんに一番見てほしいおすすめの動画は何ですか。一番見てほしいおすすめっていうよりも、一番頑張った動画は、ダイエット動画かな。その動画はマジでビフォーアフターで10キロ痩せてるんで、その動画を見てほしいですね。あの時はマジで頑張った。ということで質問コーナーしていきました。いかがでしたでしょうか。マスオについてだいぶ分かっていただけたんじゃないでしょうか。で、最後にですね、こちらソウのおすすめの食べ方っていうのをね、最後に皆さんに3種類パパッとご紹介していきたいと思います。
いろんなね食べ方するとさらに美味しく層が食べれると思いますんで、よし、まず一つ目がこちら、クラッカーにつけて層を食べる。まあこれはですね、まあ、皆さんももちろん食べたことありますよね、こういう風にね、こんな風にクラッカーに層を乗せていただきます。で、二つ目の食べ方が、層にコーヒーを少し垂らしてアフォガードのようにして食べてみます。おいしい。で、コーヒーと層ってこんなに合うんだ。そして最後の食べ方がですね、じゃーん、こちらオリーブオイルを層にかけて食べると美味しいらしい。これトロ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 、すごい美味しそうじゃないこれ。いただきます。健康的だしね。おお、合うわ。なんかね、層がさらにすっきりする感じがする。なんか層にさらに品が出る感じがする、オリーブオイルで。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ぜひですね、皆さんもね、この暑い夏にロッテの層でコクうまーからのシャッキリを体験してみてください。また現在プレゼントキャンペーンもやっていますので、動画概要欄から詳しくはチェックしてみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マッソ TV でした。バイバーイ。パイン味食べてなかった。食べよう。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。